ロシア軍がドニプロ川西岸から完全撤退後に、東岸で防衛線を再編成した後、20キロほど後退したと思われていたよね。でもその実、なんと後退したのは60キロとの情報を入手したよ。以前は20キロ後退と伝えていたが、本当のところはその3倍である60キロだったとはね。これではさらに後退となるかもしれないね。ハイマースか榴弾砲の射程内を避けていることは明白だからね。そうだね。さて今回は、ロシア軍が防衛線を60キロ後退したことと、ウクライナ軍ドニプロ川とか上陸について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。以前まで、ウクライナ南部のヘルソン州の州都ヘルソン市をウクライナ軍が奪還した後、西岸から撤退したロシア軍はドニプロ川ドニエプル川東岸から 15km から 20km 後退して、防衛線を構築しているとの情報が出回っていたよね。しかし、イギリス国防省が11月18日、恒例のブリーフィングにおいて、ロシア軍はドニプロ川西岸から撤退した後、東岸地域において部隊の再編成及び、装備の再整備などのほか、防衛陣地の構築を進めているとした後、東部戦線においてはドネツク州からルハンシク州にかけてのシベルスキードネツ川付近において、新たに塹壕を掘って防御陣地を構築しているほか、クリミア半島北部のヘルソン州との境目付近目にも防護陣地を構築している。そしてこれらの地域がそれぞれ最前線から最大で 60km 後方に位置していることを公表しているよ。現状、ロシア軍とウクライナ軍はドニプロ川を挟んで睨み合っているものの、ウクライナ軍はドニプロ川を溶かしてヘルソン州を完全に奪還した後にクリミア半島、あるいはザポリージャ州の奪還を目指すとの意見が多数あるんだ。つまり、ウクライナ軍がヘルソン市周辺から東岸に溶かするのではなく、ドニプロ川東岸では最も西の河口にあるキンブルン半島に上陸するのではないかと考えられているわけだね。キンブルン半島は対岸のムイコラーユ州のオチャキフからわずかに数キロに位置する半島で、ヘルソンムイコラーユ領港からの船の出入りを監視できる位置にあり、ロシア軍がムイコラーユ州へ攻撃を企てた場合には拠点にもできる軍事的にも重要な場所に当たるんだ。言うなれば、ウクライナ軍にとっての目の上のタンコブというわけだね。一方、ウクライナ軍にとってもそれは同様のことで、アントニフスキー橋などドニプロ川の橋を破壊された現状では、クリミア半島を奪還する際の拠点として重要な位置にもなるわけであり、東岸で再編成されたロシア軍部隊の配置によっては、クリミア半島奪還の足がかりとしても十分な役割を果たすよ。だからウクライナ側が確保したいとの思惑があっても何もおかしなことではないんだ。南部戦線のウクライナ軍の動向については、ヘルソン市奪還以降の情報がほとんど入っていないし、つまりは以前、ウクライナが北東部のハルキウ州を電撃的に奪還した時のように、鉄壁の報道管制を敷いていることは明白だよね。しかしこの情報社会の中で完全に情報を遮断することは不可能に近いし、その中で漏れ聞こえきているのは、ヘルソン市の対岸にあるオレシキー市にウクライナ軍が入っているとの情報、そしてキンブルン半島から東方にあるヘロイスケと、オレシキーに近いホラプリスタンで戦闘があったとの情報なんだ。もしこれらの情報が真実であるとするならば、ウクライナ軍がキンブルン半島から、ホラプリスタンを経由してオレシキーまでを奪還して解放したことになるね。とはいえ、18日のイギリス国防省の発表でそのことには触れられていないことを考えると、推測の範囲を出ないと思われるよ。しかしながらロシア軍がヘルソン州内ではなく、後方のクリミア半島北部に塹壕などを掘って、防御陣地の構築を進めているのは衛星写真などでも公開されており、ドニプロ東岸のヘルソン州の占領を諦めたロシア軍が、クリミア半島とザポリージャ州の、メリトポリ市などを死守する可能性があるとの声も上がっているとのことだね。19日には、ドニプロ川西岸から撤退して再編されていたロシア軍部隊が、東部戦線のルハンシク州に配置された可能性が高いということを、ウクライナ軍参謀本部が明らかにしているね。また、11日にドニプロ川から撤退させた兵力が3万人以上であることをロシア軍国防省が発表していたけど、
それらの兵力を再編成した後にどこに振り分けたかは明らかになっていないんだ。ウクライナのゼレンスキー大統領は20日夜のビデオ演説において、東部戦線ではドネツク州の戦線でこのところ激戦が展開されていると述べており、ロシア軍は再編成した部隊をかなりの割合でドネツク州に再配置した可能性が高いと考えられているみたい。その状況中、ロシア政府がクリミア半島を統治しているロシア側の行政当局において、市長として任命したセルゲイ・アクショノフ氏、彼が SNS にクリミア半島の状況を投稿していることを確認したよ。アクショノフ氏の投稿によると、クリミアの全市民の安全を保障するため、私の指揮の下でクリミア領内における要塞化作業が進められているとされており、クリミア半島の防衛体制の強化が進められていることを明かしているんだ。しかしながら、衛星写真などを分析した情報などにおいて、上述した北部における塹壕堀の画像など以外に、ロシア軍がクリミア半島を要塞化しているとの情報は見当たらない状況だね。仮にロシア軍が南部から東部に兵力を移したことが事実だとすれば、このクリミア半島に絡む防御陣地強化の情報は、ウクライナ軍を欺くためのフェイクとなるね。いずれにせよ、ウクライナ軍がヘルソン市を奪還していこう。両軍とも戦闘は継続しているものの東部も南部も戦線は膠着しているし、国際社会はどちらが次の一手を繰り出すのかを見守っている状況だね。ウクライナ全土へ規模を縮小させながらも、地道に無差別インフラ攻撃を継続しているロシア軍は、今後寒い冬を迎えるウクライナ国民から電気を奪い、暖を取ることができないようにした上で、沿線気分を引き起こさせようという魂胆のようだし、加えて、ザポリージャ原発を攻撃することによって、不安を煽り、絶えず核兵器の使用をほのめかす動きを見せているよ。しかしながらこれは虚勢にも見え、現状ではウクライナ軍への反撃を企画する戦力はすでに残っていない可能性もあるね。このことから、次に先手を打ってくるのはウクライナ軍であろうというのが大勢の意見で、まずゼレンスキー大統領としては、西側諸国による支援体制を現状のまま維持することは必要不可欠であり、ロシアが展開しているとされる心理作戦にウクライナ国民が屈服することがないように、国民を奮い立たせ続け、戦意を維持することが必要だと思われるよ。その上で、チェチェンの私兵部隊や民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊など正規軍との戦いはできるだけ避けつつ、部分的動員令で招集した予備役や徴兵の教育訓練が不十分で装備が満足に行き渡らず、内部の指揮統制に大きな問題を抱えている今のうち、できるだけ早く多くの領土の奪還を進めることが有効策だろうね。しかしロシア軍の潜在能力を侮るのは危険であり、膠着状態を続けて後方での回復に時間を与えてしまうことはナンセンスと言えるだろうね。以前までは盛んにアメリカから供与された高機動ロケット砲システムハイマースや、15mm 榴弾砲などからの、長射程 GPS 誘導ロケット弾や榴弾砲弾による兵站拠点や、補給路への攻撃成功の情報が伝わっていたが、最近ではその情報もあまり報道されなくなってきたもんね。とはいえ、当然継続して実施されていると考えてよいだろうけど、詳細は全く伝わってこない状態だよ。仮にドネツク州のバフムートで苦戦が続き押され気味であることや、ヘルソン州でドニプロ川西岸に釘付けにされているというロシア側の発表が事実なら、ウクライナ軍にとって状況は芳しくないことになるね。今後、ウクライナ軍は厳しい寒さにより、戦車などの装甲車両の稼働率が低下すると見られており、雪が降って大地が凍りつく前に少なくともヘルソン州全土の奪還を成功させ、クリミア半島を孤立させておくべきだね。加えて、ロシア軍が不穏な動きを見せているザポリージャ原子力発電所も気がかりな部分だし、甚大な放射線汚染被害が発生するという事態だけは避け、早急に原発を確保しておきたいところだが、そのためにはザポリージャ州の奪還も急ぐ必要が出てくると思われるよ。多方面の問題解決を急がなければならない中、西側諸国の軍事専門家の間で、ウクライナ軍の名軍師として評価が高いザルジーニ総司令官が、地にどのような作戦を練り上げて、その一手を打ってくるのか、今後に注目していきたいところかな。
それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。